対象書状おとぎ話は、キリキュー様による日本の漫画作品。ジャンプ SQ19V18 に読み切りとして掲載された後、ジャンプスクエアにて2015年8月号から2017年10月号まで連載された。続編となる昭和乙女おとぎ話は、少年ジャンプにて2018年8月21日より2020年5月12日まで連載された。 最終話は25万閲覧、2300コメントを突破し、ツイッターでもトレンド入りを果たした。スピンオフとなる、大正所持おとぎ話、遠征家の食卓、マイナスが、少年ジャンプにて2021年7月23日より、連載中、大正10年の冬、交通事故が元で実母と聞き手である右手の自由、父の期待を失った、島の次男、 玉彦は、千葉の田舎にある別荘を自宅として与えられ、養生という名目で厄介払いされていた。世の中のすべてに嫌気が差し、引きこもりの遠征家となり果てている玉彦のもとに、ゆずことゆうずきという少女がやってくる。彼女は、父が玉彦の世話をさせるために金で買った嫁であった。玉彦はゆうずきを、迎え入れはするものの、それは、 彼女が、路頭に迷わないためで世話をされるつもりはなかったが、共に暮らすうちに玉彦は夕月に心を許し始め、仲睦まじく生活を送っていく。大正十一年の四月、玉彦の妹、玉子が家出をして玉彦のもとへやってくる。二人に悪態をつく玉子だが、玉彦が菩薩と、表現するほどの夕月の優しさに触れ、夕月を、ゆず姉様と慕うまでに変貌する。 過労のため倒れたユ月ズキの看病をしたタマコは医者を目指すことを決め、兄との確執も解消して神戸へと旅立っていった。9月になり、誕生日を初めて祝われたことにタマビコが感動していると自宅に侵入してきた少女、アヤトで食わし、ユ月ズキから送られたばかりのしおりと財布を盗まれてしまう。タマビコはしおりを取り返すべく麓の村まで行き、アヤト会うが、 うまくかわされて取り返すことができなかった。その翌朝、しおりを持って自宅に現れたあやは夕月に嘘を吹き込むが、夕月が最も傷ついたのは、玉彦こに送ったしおりをあやの匂いがつくほど彼女が持っていたことだった。夕月は手元に戻ってきたしおりを破り捨て、あやとの一件を水に流したというが、玉彦こはどうにも不に落ちない。 そんな折、誕生日を祝う玉子の電話によって、しおりに込められた夕月の思いに気づいた玉彦は夕月から本音を引き出して、わがかまりを解消することができた。大正十二年になると綾との関係も改善され、玉彦は夕月を幸せにするため前向きに生きることを決めると、父に学校に通いたいという胸の手紙を送るようになる。夏頃、 ゆうづきの親友で文通を続けているみどりが妊娠し、結婚するために東京から九州へと移り住むことを知らされる。再会できる最後の機会かもしれないとゆうづきを送り出した玉彦だが彼女が帰ってくる予定日であり、玉彦の誕生日でもある9月1日、関東大震災が起きる。ゆうづきの身を案じる玉彦は最悪の事態ばかり考えてしまい。 崩壊を免れた家に閉じこもって一人すすり泣くが、ゆうづきが用意していた手紙や手作りのマフラーとキャラメルを見つけると気力と希望を取り戻す。玉まびこが東京に到着すると医者であるおじ、玉助すと共に怪我人治療に当たるた子と再会する。地獄のような光景の中、た子と協力してやっとの思いで見つけたゆうづきは緑を瓦礫から守って頭を打ち昏睡状態にあった。 おじのいる東京駅に運び込み治療を施しても眠り続けるゆうづきだったが、たまびこの必死の呼びかけに応じるかのように目を覚ます。ゆうづきの無事を喜んだのもつかの間、おじを頼ってたまびこの父、たまぎと姉、たまよが現れ、兄、たまきが重傷を負ったから治療しに来いというが、おじは知り合いの医者を紹介して二人を追い返す。たまとゆうが千葉の自宅へ戻ると、 玉まが学校への編入を許可したと知らされる。厳しい条件をクリアした。玉まびは10月から学校へ通うことになるが、12月に兄が亡くなったという不報が届く。葬式で再会した父の恩和な態度に玉まびが違和感を覚えつつキロについていた頃、自宅では夕月を誰かが訪問していた。大晦日の夜、誕生日を迎えた夕月にプレゼントとプロポーズの言葉を送った。 玉彦だが、翌朝の実宅に、夕月の姿はなく、気がつけば、丸二日が経過していた。新年の挨拶をしに来た綾から心当たりを聞き出すと、失踪の原因が玉世の訪問であることが判明する。激怒した玉彦が、島家の屋敷にいる玉世に会いに行くと、夕月の母が身ごもっていることを利用して、夕月を脅迫したこと。 兄が死んだことで自分が磁気投手とされていることを知らされる。父のオヌアな態度も嘘偽りだと気づいた、玉彦は島家との関係を断つことを決意すると、弟、卵の世話係にされているゆ月を発見し、自分の幸せを第一に考えろと説得する。しかしゆ月は、母のお腹にいる子供を見殺しにできないこと、そもそも玉彦をわざと傷つける形で姿を消した。 自分に結ばれる資格はないと拒絶してきた。玉彦は、ユうづがいない世界に絶望し果物ナイフを手に取ると、自分の死を望んでいた玉をにナイフを握らせ、自分を殺すように満面の笑顔で迫る。玉彦の喉にナイフが突き刺さる寸前、おじけづいた玉尾が叫ぶと同時に飛び出してきたユうづが、ナイフを払い落とし、母よりも玉彦の方が大切だという本心を吐き出す。 その場に現れた玉木は島家との決別を宣言する玉彦を何とかとどまらせようとするが玉彦は夕月を買った金額と同じ借用書をその場で書き上げると必ず返済することを約束して屋敷から去っていく玉彦と夕月はすぐに夕月の故郷である岩手へ向かって彼女の両親と会い結婚する決意を伝えるとともに島家と決別した経緯を説明する 最初は玉彦のことを警戒していたゆ月の母親も玉彦を信頼できる人間だと認め、二人の結婚を祝福する。二人は友人たちが松神戸へ移り、新たな生活へ向けて歩み始めた。一年後、尋常小学校の教師となった玉彦とゆ月は玉子のサプライズでささやかながらも結婚式を行い、 集った友人たちと幸せを噛み締める。昭和3年。神戸で孤独な日々を送る島二太郎にとって、隣に住まう黒崎床代との触れ合いだけが、心の癒しだった。しかし、彼女にひどい仕打ちを行う、常代のママ母の所業に耐えかね、刀を持ち出して、常代を連れ出したことで、警察沙汰となり、東京の親戚の家へと養子に出されてしまう。 三年後の昭和六年、常世が二太郎との思い出を心の支えに、ママ母と弟からの仕打ちに耐えていたある日、二太郎が突然目の前に現れる。歓喜する床代だが二太郎の態度は冷たく、以前とはまるで別人のようだった。常世は悲しむものの、同時に自分も強く変わらなければならないと決意する。奮起して、 住み込みの仕事を探し始めるとこよだが、不況のためろくに見つけることができず橋でぼけていると、眺めていた二太郎とのツーショット写真が風に飛ばされてしまい、それを追って川に落ちてしまう。幸いにも偶然居合わせた二太郎や玉子によって助けられたとこよは、自身を突き放す二太郎に対し、絶対に信じるという思いを告げる。6月1日、二太郎が風邪をひいたことを、 リゼという少女から知ったトコは、看病のために、タマコを連れてニタロウが、住みかとする、島木ネマを訪れ、タマコも、ニタロウと同じ島家の人間であったことを知る。トコとリゼによる、海外しい看病によって回復したニタロウはタマコに、求婚するが、軽くあしらわれてしまった。ある日、トコが彼女の弟である友一に敷いたげられている、様子を見たニタロウは、駆けつけたまま母の、 相変わらずの様子に平気液し、床よを島木根前へと連れ帰りしばらく共に暮らすことを決める。二人の同性を知ったりゼが押しかけてきた日の夜、彼女から東京での二太郎の様子を聞いた床よは、意を決して東京で何があったのかを聞き出す。二太郎を養子として迎え入れた親戚とは、島財閥の当主となった、島玉子だった。彼女は心を優しい養母として振る舞うが、 真の目的は、自分と同類として見染めた二太郎に、自分への殺意を抱かせ、傷つけさせることで彼を縛り付けることであり、そのも論みは成功してしまう。自身の本性が玉代と同じ羅刹であると思い立った。二太郎は、成長した床与の様子を一目見て死ぬつもりで、神戸に戻ってきたという。話を聞き終えた床与は二太郎が孤独に死ぬことを、認めず、二太郎が死ぬなら、 自分も死ねと言って譲らない。二太郎はいつかとこよさえも傷つけてしまうのではと、怯えるが、聞き迫るとこよの説得を受け入れ、彼女と共に生きることを決める。新しい生活を送るにあたり、家事が苦手なとこよが玉子に助けを求めると、夕月を紹介されて花嫁修行を受けることになる。とこよの腕前は順調に上達し、3ヶ月ほど経った11月には、 免許改伝を言い渡されるまでに上達していた。徳世の誕生日前日である11月10日、帰宅した二太郎の前に玉代が現れる。玉代は二太郎と玉子を夫婦にすることで島家を再興すると語り、徳世を人質にしていることを明かす。徳世を監禁している屋敷で二太郎と玉子を待つ玉代だが、現れたのは刀を持った二太郎ただ一人だった。 二太郎が床用を連れて屋敷から逃げ出すと、金で雇われた追手が迫ってくる。先回りした玉代によって、島木根間が燃やされる様を目撃し、完全に逃げ場を失った二人は、衣装を残し橋の淵から川を見下ろしていた。警察で、玉代が虚偽の証言をしていると、そこに二太郎の衣装を持った玉子がやってくる。衣装を読んだ玉用は二太郎が死を選んだ理由を理解、できないまま、 彼が用意していた証拠によって警察に逮捕される。昭和7年1月、狂言自殺によって、玉代を欺くことに成功した二太郎と、徳代は、有馬の温泉街で働いていた。二人は、ある日、亡くなった夫が二太郎にそっくりだという老婆を助けた、ことで、古びた民宿を譲り受けることになる。二太郎は民宿を始めるだけでなく、そこに、 トコヨが幼い頃に夢見たパーラーを設けることを提案し、二人は衝突しながらも回転に向けて準備を進めていく。しかし、体調を崩してトコヨが倒れてしまったため、4月になっても民宿とパーラーを開くことはできないでいた。そんな折、トコヨが滑血してしまい、結核による肺炎を患っていることが発覚する。トコヨは、 近くの山の中にある小屋に隔離されることを選び、二人の闘病生活が始まった。昭和9年4月、民宿とパーラーの経営は軌道に乗り、二太郎は裏方と常よの看病に専念する生活を送っていたが、常よの容態は改善する兆しが見えなかった。常よは絶望感から自殺を考えるまでになっていたが、二太郎の説得で再び希望を抱くようになる。 9月になり徴兵検査を受け、公師合格となった、二太郎は、2年の兵役を課される前に、徳コと正式に結婚することを決めると、徳コの誕生日である11月1日に、ささやかな結婚式を挙げ、翌年に兵役に月に行った。昭和17年。未だ兵役から帰ってこない二太郎を待っていた徳コの、元に血で染まった、二太郎の認識表と遺書。 小さな骨のかけらが届けられる。翌年の4月、二太郎の葬式を挙げたと世は劇薬による自殺を、図るが事前に佐藤水とすり替えられており、失敗に終わると、それを二太郎からの生きてほしいというメッセージだと受け取り、一人で前向きに生きていく覚悟を決める。昭和21年。再び弱音を吐き涙を流していたと世の前に、生き延びていた二太郎が姿を現した。 年齢はすべて数え年。恋の幸は、テレビアニメ版の声優。主要人物島屋その他の人物、対象乙女乙木話のタイトルで、2021年10月より、テレビ、東京他にて放送中。島田真彦役の小林雄介と、立花月役の相沢沙耶による、ウェブラジオ、対象乙女乙木ラジオが、2021年10月6日より、 おっと泉にて毎週水曜に配信中。以下の出展は、集営者の本内のページ。書誌情報の発売日の出展としている。昭和乙女おとぎ話に関するカテゴリー。対象乙女おとぎ話に関するカテゴリー。ありがとうございます。